撮られてるんですか、この。はい。顔拭きシーンは。モザイクかけときます。そんな汚くねえよ。さあ、2日連続金曜日です。今日はマスタングのアメシャノリの指令が駆けつけてくれるみたいなので、それを取ってもう1台取れればいいかな。今日の1台目はマスタングコンバーチブル 2.3 リッター直列4気筒エコブーストエンジン搭載の314馬力。ドイツではポルシェや BMW よりも販売される月もあるほど人気を誇る1台。 GT と比較するとマッスルカーとしての魅力は劣ってしまうけど、オープンカーとしてのスポーティーさを考えるとエコブーストは十分すぎる1台。2台目は BNR34GTR。 ニスモの CRS ビルドのガンメタボディでこのツヤがめっちゃかっこいい。 GTR といえばテールランプが特徴的で、特に3435のが自分はめっちゃ好きです。まもなく25年ルールが適用外になる車体が増えてきているので今のうちに要チェック。ちなみに25年ルールっていうのは、初年度登録から25年経っていない右ハンドル車両がアメリカ国内で走行できない規制です。から帰ろうか。右？でも来るとき時間かかったから早く帰りたい。そうだね。感はある。まあ今度は早い方で帰ろう。ナビで調べて。だって帰りましょうか。はい。お疲れ様でーす。